さあやってまいりました。時刻は18時 FM 天風荘のお時間でございます。ちょっと噛んだね。いやー、3週連続かな。そう、なんかね、意外と FM 天風荘あの視聴回数ってすっごい少ないんだよ、 FM 天風荘の。でそれ別にそんな気にしてないんだけど、でもね、なんかやっぱ楽しんでくれる人がね、他の動画よりも多いんだよね。だから嬉しくなっちゃ嬉しくなっちゃって、でちょっとまた撮ろうかなっていうふうに思います。でね、 FM テンプソンすごいよ。でも300回と再生回数今ね、9000人いないんだけど、9000弱いて、登録者数。それで300回だからね。ほぼほぼ見てない1、ん？何割？何部？3部くらい？3部くらいしか見てない。すごいね。いや、前ね、全盛期だった頃は、登録者数3000人くらいで、普通に2万回とか再生されて、結構すごかったんじゃないかな、あれ。まあ、おかげさまで、わしも結構、そう、ちょっと余裕も出てさ、それで、いろんなもの変えて、いろんな実験できて楽しかったんで、それ感謝してるんですけど。いやー、ちょっと、まあ、FM テンプスの靴の話、スーツの話なんですけど、今回とりあえず何話そうかな。何にも話すこと決めてないんだよね。いつも決めてないってけど、ちょっと決めてんのよ。ふわっとしたの。ふわっもない。あー、そうだ。最近実はね、靴磨きしてるんですよ。動画編集は、編集じゃないようなことをしてる。最初と最後だけトリミングして、あとエンディングと音楽となんか猫のやつつけるだけっていう、くっつける作業とかだけして、あとアップロードしてる。だから実はもう12本くらいくすみやきの動画アップしてます。いや、あの FM テンプス撮った後かな、なんかでさ、12時間、あ、動画で普通の動画な。実は12時間分くらいの、靴磨き動画が、溜まってんだよ。ストックで溜まってた。でもそれ編集好きになんなくて。それをね、2日くらいで全部終わらせて、で、今もう新しく撮ってます。でも新しく撮ってる人も、チャーチセットウィンドウ前回言ったけど、黒いやつ買ったっていう話と、あと、まあそれで靴磨きを久々に始めたんだよ。再開して。そしたらね、この前、最近雨多いじゃん。梅雨。結構土砂降りで。で、さ、車のトランクをね、開けたんですよ。で、トランクに、なんか4月くらいからずーっとエドワード・グリーンのシャノンが入ってて、それ、開けるたびに思い出すの。あ、しまわなきゃって。ちゃんと下駄箱とかにね。でも忘れちゃうの、毎回。開けるのが家だったらいいんだけどさ、他のとこで開けてんと、忘れちゃうんだよ。で、開けたらさ、あ、そうだ、エドワード・グリーンあったって一瞬で思ったんだけど、その次の瞬間も、それまでの間1秒くらい。あれ？何これ？ってなって。まあ、カビだらけだったんですよ。しかも、皮が傷むレベルの皮。あ、皮じゃねえ、カビ。マジで痛んだ。
あの、ボツボツになっちゃった川が。すごい荒れちゃってさ、多分カビにね、溶かされちゃったんじゃないかな。カビってあれ、何なんか、酸かなんか出すのかな。ちょっと、あんまカビのなんかこの、あれよくわかんないけど、確かね、川に、どうやって溶かすのかわかんないけど、川の栄養を奪うんだよね。で、本当に食ってっちゃうみたいな感じで、溶かしてっちゃうんだよ。だから、カビってかなり危ない、川にとって。っていうのはね、なんか前に調べて分かってたんだけど、でもそんな経験なくてさ、生えてもそこまでじゃなかったんだよ。いや、まさかのね、川ボツボツになっちゃうことってあるんだね、カビで。しかも、あの靴がだよ。おめえまたかよみたいな。あれ二足目なんですよ。わし一足目普通に買って、でもなんか痛くて。で、オリーブオイルをね、大量に塗っちゃったの。ライニングに。そしたら、アッパーに浸透しちゃって、アッパーがいくら洗っても、アイロンかけたり、変な洗剤使ったり、漂白剤でやったり、もう、灯油つけたり、何してもダメ。削ってもダメ。ってなって、で、もういいやって思ったんだよ。正直。もう、手つけてらんないよって思ったんだけど、ピカピカさんがね、そのシャノンを初めて見た時、まだベタベタになってない時にね、うわ、すごいかっこいいじゃんってなんか、めったに褒めてくれないピカピカさんが褒めてくれたんだよ、その靴を。嬉しくてさ、その時。そういう思い出あったから、いや、捨てらんねえなーとかいろいろあって、で、まあでももう、でもダメみたいな感じだったからさ、諦めるしかないんだよね。で、もう一足買ったんですよ。で、動画にしてるけど。それがさ、カビちゃったっていう。しかも皮が荒れるほどの初体験レベルのカビをね、すごかったよ。真っ白。で、何が嫌だって、トランクの、その、面まで、そこまで、カビちゃってるんだよ。もう、靴があった場所が。最悪よ、もう。除菌しまくってさ。ちなみに、エドワード・グリーンのシャノンは、もう別にね、今、もう洗いまくったりして、油分補給して、これ動画に撮ってんけど。一応、履ける状態にはなってるから、まあ、致命傷ではない。ただ、皮は荒れた。そんな感じ。傷跡がついたみたいな感じ。一段とかっこよくなったんじゃないかな。ポジティブにね、いかないと。私またわけわかんない。ぐるぐる回っちゃうから、また。頭の中が。まあ、そんでね、トランクももちろん貯金してさ、で、トランクの中も整理したよ。葉巻とかをいっぱいあったけど、もう捨てた、全部。気持ち悪いじゃん、カビだらけだったのが、あったところにさ、カビだらけの、尋常じゃないカビが生えてる靴が入ってた中の葉巻なんか吸いたくないじゃん。まあ、ほとんどね、もう、香りもね、失われてるような葉巻だから、もう、開けっぱで。いらないっちゃいらないんだけどね。ある意味、捨てられるきっかけが生まれてよかったな、みたいな感じなんだけど。ちなみにこれ楽天主義みたいな感じじゃないからね。本当にそう思ってる。なんか、なんて言うんだっけ、楽天主義の、行き過ぎた、やつ。楽天主義なんて言うんだっけなんか、ホメオスタシじゃなくてなんだっけ、なんとか症候群みたいな。ポリエチレンみたいなやつ。なんて言うんだっけなんか、マリアンヌみたいなやつ。ポリアンナ症候群だっけ？あんまりにも、
ポジティブに考えすぎて、なんか逆にダメになってる人みたいな、嫌なところに背けすぎちゃってる人みたいな。それね、そのポリアンナだっけ、ポリアンナ症候群とか言うらしい。ではないからね、本当にもういらないようなもんだったし、ちょうどそう捨てられてよかったよ本当に。でもね、うん、ちなみにその初代シャノンはね、ものすっごい強力な、あの頑固な油汚れを落とすニューケミクールっていう業務用の強アルカリ洗剤、マジでわしちょっと手首についただけで痒くなってかぶれたからね。プラシーボかもしんないけど。そう、あ、ちなみにあれだよ、プラシーボ効果で本当に火傷とかかぶれたりするからね。これ AMD さんも言ってたんだけど、熱した金属を見せるんだって、真っ赤に熱した金属を相手にね。で、目隠しして、金属、全然熱してない普通の冷めた金属を、に入れ替えて、その、目隠しした人の腕とかに、パッと当てんだって。そうすんと、その人、まあ、とんでもない温度の金属についたと思って、うわーって叫んで、本当に火傷の跡ができちゃうんだって。で、AMD さん、その経験が、あ、実際 AMD さんがなったんじゃなくて、身近？周りにね、そういう人がいて、本当にその状況を見て、本当に火傷しちゃってんだって。熱してないやつ当ててんのに。AMD さんの話だと、それ学校かなんかであって、そりゃもう、大事になったっていうか、なんか、先生が、来てさ、でも、いや、だって、熱してない方をわざとやったんですよ、って言って。言っても、本当に火傷しちゃってんから。信じてくれなくて、大変だったらしいけど。AMG さんがやったわけじゃない。AMG さんの周りの出来事。第三者ではあるんだけど。でも、実際目にしたっていう話だからさ。すごいよね。本当にそうなんだと思って。すげえ話だな。でもそのニューケミクールはかなり強いと思うんで、革質がね、あれどうなっちゃったかわかんないけど、なんかもうよくわかんないけど、オイルレザーみたいな感じになってた、革質が。なんでって思ったけど。なんかブッテロの靴みたいな、ブッテーロ。ちょっと反り上がっちゃってさ、縮んじゃったんだろうね。いやー、あれもしかしたらいくら保湿とかしてもダメかもしんないけど。まあ、ちょっとあれからもう半年くらい経つけど、ずーっと外に放置してる、あえて。あの、油分抜けたりするからさ、外に放置してんと。で、今すぐ磨かなきゃいい、磨きたいとかそういう気持ちもないし、もう本当に磨きたいなって時に磨こうと思って、放置してます。ちなみに、チャーチチェットウィンドウ、黒いやつ。あの、4都市の新しく買ったやつね。磨いて、昨日履き下ろしたんですよ。やっぱいいね。やっぱいいよ。やっぱりチャーチが好きってほんとよく言ったもんだよね。なんて方のブログか忘れちゃったけど。すごい、あのブログ好きでさ、私。ちょっと、暑いんで冷房つけますね。暑いわ。やっぱりチャーチが好きってタイトルのブログをね、やってる人がいて、もうほんとチャーチ詳しくてさ、その人。いろんな靴チャーチ持ってて。面白いんだよ。しかもね、やっぱチャーチ好きって、結局チェットウィンドかディプロマットか、まあコンサルかとか、その辺やっぱ好きなんだよ。チャーチが好きって人って大体。だからね、話が合うんだよ。好みが合うっていうの。まあ、話したことないんだけど。すごい私好きですね、あのブログ。ちょっと最近見てないけど。そう。でね、そのチャーチ履いてね、
思ったのはね、今日宮城工業のウィングチップの黒を履いたので、昨日履き下ろしたんだけどチャージセットウィンドの黒を履いたの。まあ旗から見たらほぼ同じ靴だよね。でもさ、やっぱね、ゲスタルト構築しまくった我々からしたらもう全然違う靴じゃん。でも靴に変わりないとは思うんだけど、あえてその比較するっていうのはね、良くないことなのかもしれないけど、宮城工業には宮城工業の良さがあるしさ。でもあえて比較すると、あ、漠然としたこと言うとね、チャーチはね、やっぱ靴を履いてる感じがある。革靴を履いてるっていう、なんかその感覚がねあるね。スピリチュアル的に言うと、もうなんか靴のその魂が宿ってる的な全然スピリチュアルに言ってねえし、適当に言っちゃってんだけど、でもね、そんな感じがあるんだよ。で、わし前々回くらいの FM テンプソンでさ、実は FM テンプソン何度も撮り直してるんですって言ったでしょ。何を撮ってたかっていうと、そう、ボツにしたやつしたあれで、わしがもうめちゃくちゃな状態になってて、めちゃくちゃってトランス状態になっててで、その中で話しちゃったからやばかったんだけど、あのね、チャーチが好きな理由をスピリチュアル的に話すっていうわけわかんない内容で、あの、だいぶおかしかったんだよだからボツにしたんだけど、そう、あえて今話すとね、なんかこう、その時も話したんだけど、やっぱチャーチって靴の、革靴のベースだなって思うんだよね。やっぱチャーチがベースになって、私好きだからっていうのは当然ある、ひいきしてる部分もあるけど、こうベースになってるって言っても過言じゃないんじゃないかな、世の中の革靴の。好きだからっていうのもあるんだけどね、でもそれとは別に、だってさ、チャーチをこうさらに高級感増したようなものがやっぱエドワードグリーンとかなるし、もっとエレガントにしたのはジョン・ロブとかになるような気もするし、でちょっとチャーチって武骨だけどさ、もうちょっとこのアーバン的なシティ的な感じにしたのはクロケットっていうか、まあ、ちょっと若っぽいよね、クロケットは。チャーチはやっぱ安定してる感じだよね。だからまあ、やっぱ平社員というよりかは、課長、部長クラス、あ、部長まで行くとわかんないけど、課長クラス、安定してるか、安定してるじゃん、安定はしてないよな、課長って。なんか、挟まれて、いろいろと挟まれて、下手したら残業代つかねえとか、そういう話もね、中小企業とかだとよくある話っていうし、ねえ、そうなるとどうなんだろう。わかんないけど、まあ、それはいいや。でも、とりあえずなんか安定してると思うんだよ。クロケットはなんかちょっと、やっぱ若いものが履くような感じするし、デザインもそれなりにちょっと、こう、洗練されちゃってんだよね、クロケットは。で、まあ、イギリス靴じゃなくても、例えば、イタリア靴とかでもさ、もっとイタリアらしくしたのが、やっぱり、チャーチからイタリアらしくしたのが、なんだっけイタリアのやつなんだっけ、なんか結構落ち着いたやつ。忘れちゃった、ど忘れちゃった。まあいいや。まあなんかあるし、あとフランスでもジェームウェストンとかさ、ちょっとこう、おしゃれにしてるような感じあるじゃん。フランスらしくしてるよね、あれは本当に。で、日本だとまあ、ねえ、
シェットランドフォックスとかイギリス寄りだし、スコッチグレインもまあ、あれクロケット寄りに感じるけど、まあでも、チャーチからクロケットからスコッチみたいな感じで言えるし、リーガルはアメリカだからな。まあアメリカで言うとオールデンね。オールデンはやっぱアメリカらしい、あの武骨な感じ、さらに武骨にしたような感じはもうまさにあるし。で、そっからリーガル派生して、日本グッズ。やっぱ日本グッズってあれだよね。なんか、いや、これ言うとすごい偏見っていうかあれだけど、それで言っちゃえばね、あえてだよ。やっぱ三流になっちゃうんじゃないかな。靴で言うと、革靴で言うと。でも私は好きだよ、日本靴も。履いてて、あの、うわ、すげえカッチリしてるっていうあの感じはね、日本靴にしかないんだよ。だから、違う、三流って、違う、私言葉が思いつかないからそう言っちゃってるだけで、派生の派生っていうことね。そういう意味。だから、三流のペーペーがよ、みたいな、そういう意味じゃない、別に。見下してるんじゃなくて、あえてチャーチを、うん、根源、一次元とするなら、っていう感じですね。発生源、革靴の発生源ってチャーチなんじゃないかなって。そのスピリットを感じるんだよね、チャーチ履いてると。思い込みかもしんないけど、でもやっぱチャーチが好きな理由ってそっから来てんじゃないかな。やっぱベースだよね、あれ。でさ、ベースってことは、自分で味付けをできるってことだからさ。いや、ことだからって言い切れることじゃないけど。味付けしやすいんだよ。こう、どっか、どことなくシティ感がある。どことなくエレガントさがある。とかなっちゃうと、特徴があるとやっぱりそっちに引っ張られてっちゃうから、自分でこう、まあなんかキモい言い方すると、愛用のマシン的なね、俺のマシンだ的な、なんかそういうのにするのであれば、こう、何の特徴もない感じが一番いいんじゃねえかなって思うんだよ。で、チャーチの良さって、特徴がない特徴があるんだよね。そこがやっぱり、やっぱり革靴の根源、ルーツなんじゃないかなって、デザインで言うね。思うんですよ。で、前から言ってんけど、履き心地もね、すげえいいってわけじゃないけど、でも悪くもないし。で、あと、なんだろう、あの、履いた時の主張の激しさがない。けど、だからってゆるゆるだとか、そういう意味じゃないんだよね。なんかもうベースはしっかり常識がすごいなってるみたいな感じ。てかあれが常識なんじゃね？革靴の。チャーチこそ。チャーチってでも、チェットウィンド、ディプロマット、まあ、じゃあんま書いてないものないけど、コンサルも多分含まれる。まあ、173ラストのあの典型的なモデルだね。その3、まあ、グラフトンとかちょっと個性出てきちゃってんけど、それらの個性のない個性がある、革靴、普通って一番難しいって言うじゃん。それなんじゃねえかなって思ってさ。で、自分の味付けをしやすいっていうのも、やっぱあるかな。そういうとこがね、気に入っちゃう原因、チャーチが。だって結局チャーチあれから、ね、さらに、あれからってどれからだよっていう感じだけど、最近になって、二足買ってんからさ。すごいよね。戻ってきちゃった、チャーチに。で、品質もね、ある程度いいし。全部、クリアしてる基準を。で、まあ、これブランド主義的な思考になっちゃうかもしれないけど、ブランド力もあるしね。ただ、今のチャーチはちょっとやばいけどね。ほんと、なんか取り戻してほしいわ。本当に。で、私、個人的にはチーニーは好きじゃないんで。いくらチャーチの一族が経営してるといえど、あれはチャーチじゃないね。うん。チーニーは、ちょっと、ダサさがある気がするんだよね。
なんか無駄に現代寄りにしちゃってるような感じもあるし、現代寄りにしてよかったのは173ラストまでなんじゃないかな。73から、なんかパターンが変わってる気がする、あれで。まあそれはいいとして、そう、じゃあ日本靴はどうなんだってことでさ、さっき三流とか言っちゃったけど、日本人らしい、日本人のいい部分がちゃんとね、日本靴にはね現れてると思います。すごくこう枯山水的なわびさびがね日本靴にはあるんだよ。だから魅力は感じないと思う、正直。わかる人にしかわかんないみたいな、そういう魅力はあると思う。あれはね本当にわびさび感が半端ない。日本靴すごいよ。オーダーはまた別だな。でも当然、でもオーダー、傭兵福田とかさ、あれはでも丁寧すぎてね、なんかデザインはやっぱイギリス靴っぽくしてるなっていうのはあるけど、丁寧すぎてやっぱ日本靴らしさどっか出てるね。すんごい丁寧だから、やっぱ職人って感じの作り方してるし、ああいうの見るともう芸術品的な意味合いではすごくいいと思うんだけど、ただね、なんか悪いとこだと思うんだよ日本人の。あのね、すぐさ日本人に会ったラストとか言い始めてさ、なんか無駄に気持ち悪いセールストーク織り交ぜてくるんだよ。あれキモくない？本当に。何日本人に会った足って、足のラストってどれよ。日本人の足ってどれ？ベースをまず教えてほしい。で、それにどれだけみんな当てはまるのかっていうのをまず教えてほしい。もちろんね、当てはまんない人だっているのはそれは当然だし、それ言ってるんじゃなくて、なんかそういうさ余計な文言つける時点っていうか、つけた瞬間に安っぽく見えんだよね。はあ、はいはいはいみたいな、壺買えばいいんでしょみたいな、そんな感じになっちゃう。そんなんかちょっとね、あれやめた方がいいと思うね。そういうことはいらない。でもまあまあ多少なりともあるとは思うんだけど、あと革質がね、やっぱ本場にイギリスとかに持ってかれちゃうから、いい革は最初に、だからどうしてもね、それで言うとマジで二流三流の革しか入ってこないんだよ。それはマジで、それは仕方ない話なんだけど、で革もさヨーロッパ系の方がいい革だから、だからどうしてもね追いつけないっていうのはもう原料の違いとかも出てきちゃってると思うね。そこはもう致し方ないから、なんとも言えないけど、でもね革質のあのなんかのっぺりしたのっぺらぼう的な能面みたいなあの表情のなさってなんだろうね。日本靴のほんと表情ない。急にいつもはなんかにこやかにしてるのに急に怒る人みたいな、ああいう表情のなさがね怖さを醸し出してる。何あれみたいな。でまあ話戻すと、宮井工業、そう、履いてね、やっぱ今日履いてて思ったことは、どっかねやっぱりこうなんか量産型ではないんだけどさ、あんまりこもってない感じがしてる作り手のこだわりが感じられない。チャーチも正直もう流れ作業で作ってるようなもんな品質になっちゃってるけど、今のはでもやっぱ元がいいからなんか許せるんだよね。宮井工業ね、元がまずあんまり良くない。ラストがダサいっていうのと、
皮はいいの選んだし、デザインも結構いいと思うんだけど、ラストが本当に良くないっていうのもあるし、あと結構雑なんだよね、作りが。日本靴なのに。そういうのもあって、あんまりね、こう履いてて、すごい作業的っていうか、なんかもう、いいよ、車なんて足になりゃいいよって言って軽自動車ずっと乗ってる的な、なんかちょっとそういうね、こだわりのなさがね、すごくちょっと、物足りないね。まあ、靴擦れ、今のところっていうか、最初はすごいしたけど、今もう全く靴擦れしないし、革質もいいから光るし、磨きづらいとこもないし、全然いいんだけど、ちょっとそこが、やっぱこだわっちゃってるとダメだね。もう、普段用。本当に足として使ってるってだけ。道具として。だからそこに、その、もう一回言うけど、スピリッツを感じないんだよね。履いてて、ああ、みたいな。靴だねって感じ。チャーチは、まあ、好きだからってのもあるんだけど、やっぱりこう、支えられてる感じもあるし、でも、支えてやってるぜっていうエドワード・グリーン的な主張もないし、すごいいいね。なんか、思った。履いてて。で、あとね、やっぱ脱いだ時かっこいいわ。ラストがいい。本当にラストはかっこいい。洗礼されてる。あれね、洗礼されてない風に、洗礼してんだと思うんだよ。ものすごいよ。それって。だから、空の世界だよね。本当に。洗礼、されてる。洗礼されてないを、包摂した、空のラストだよ。173ラスト。まあ、73ラストはちょっと洗礼されてなさすぎる部分もあるけど、まあ、それはそれでいいっていうね、とこもあるし、ちょっとクラシックな感じがいいね、みたいな。なんか愛嬌があるみたいなね。まあ、それを置いといて、173は本当にそう思うよ。かっこいいよ、あれ。個人的に別にね、73ラストよりも正直173の方が形としては好きだし。でも嫌味な感じもないじゃん。いや、いいよ。本当に。まあ、そんな感じかな、チャーチは。履いてて思いました。まあ、それ話を終わらしちゃうともう話すことなくなっちゃうんだよな。どうしようかな。そうだ。コメントがね、結構来てたんで、FM テンプソン。読みたいと思います。どこだっけな、こっからか。桜町さん。FM テンプソン173。そこまで書いてくれたの。173メガヘルツで、質問コーナーを設けていただけないでしょうかっていうコメントですね。わしね、実はっていうか、FM テンプソンのほんと初期の頃、初期っていうか最近ね、あの、この体制になってから、時刻は、18時って言い始めた頃かな？このピンクの FM テンプソンって文字が書いてある、あれになってからの FM テンプソンは、最初の頃はすっごいちゃんとやってて、もう話すことも考えて、ネタも全部考えてからやってて、で、途中でほら、なんか、キャシー、デュセンバーグだっけ？天気予報、バイスシティの天気予報はとかわけわかんないと言ってたんだけど、途中からめんどくさくなってやめちゃったんだけど、あの頃はね、確か質問とかも募集してたんだよね。あの、コメントとか、DM とかくださいみたいな感じで。まあ、一件も来なかった気がする。来たかな、一件くらい。ほとんど来なかった。だからね、わざわざ言うのやめちゃったんだけど。だから全然いいですよ。ただ、あの、私、FM テンプソンっていうか、ウィリアムテンプソンとして、しかし、回答しないんで、私はウィリアムテンプソンを操ってるので、
それより深いところは質問は答えません。だから年齢はって言われたら110何歳ですって答えます。ウィリアム・テンプソンは確か1911年だっけな、そんくらい生まれなんで設定上そういう感じでね。まあ普通、まあ普通のなんか個人情報的なことじゃなきゃ質問は受け付けてますってことです。だから全然 OK です。まあ、コメント欄にください。ヒクソンさんお久しぶりですね。本当にお久しぶりですね。モーブレーのミラーフィニッシャーのレビューをお願いいたしますと。なんすかそれモーブレーのミラーフィニッシャーってなんすか。私ミラーグロスさえ試してないんだけど、サフィールの。何ミラーフィニッシャーって聞いたことないね。最近出たのかな。まあちょっと最近全く靴磨きを やってないっていうか、その表面磨きをしてないんで、で腕も落ちてるし、なんかその中でうまくレビューできるかわかんないけど、まあできる機会があればしますしねえだろって感じなんだけど、まあまあでも、もう覚えてたら本当にそれは別にします。リノーさん2週連続ありがとうございます。靴磨きのお供に視聴させていただいてますと。いや、ありがとうございます。リノーさん本当にもう毎回、なんかほぼ毎回くれてますよね、コメント。 FM テンプソン、だいたい FM テンプソンにコメントあるって言ったらリノーさんくらいしかないないっていうのが定石だったんだけど、そう本当にね、なんかわし以外謎なくらい FM テンプソン好んでくれてて、でもね、次ちょっとマサケイさんのも読むけど、マサケイさんも結構好きで見てくれてるらしいし、なぜか見てくれる人いるっていうね。じゃあマサケイさん、これね、前々回のやつなんのコメント、前々回の動画のコメントなんだけど、団長めちゃくちゃ久々ですね。また靴磨きながらまったり聞いてますと。いやー、もうね、もうそれであってこそだよFM テンプソンというか、ほぼ全部の動画もう見るものじゃない、聞くものというか、 BGM でなんかもう、ああ音なくて寂しいなって時に聞いてほしい程度本当にもうそれ以上のことは求めないでほしいくらいだよねあ、でも全然聞いてもらう分くらいには全然いいです。それはまあ FM テンプソンのこの画面をずっと凝視してる人はあんまいないと思うからねそれはまあまあまあ、ぜひその流れで聞いてくださいこれね、今ちょっと初めて読むな気づかなかった。これFM テンプソン前回のやつにね、前回にコメントいただいたテーラー福岡でスーツ初オーダーしましたってテンプソンさんの動画じゃないや、スーツの知識を参考にして作りましたって方、アルパカファムさん、アルパカさんですね、アルパカさんのコメントちょっといただいてたんです。なんか他のコメントで埋もれて今気づきました。マジで初見で読みます。こんにちは。前回初オーダーのコメントをしたものです。コメントを拾っていただきありがとうございます。いいえ、こちらこそコメントいただきありがとうございます。本当にコメント嬉しいんでね、ありがとうございます。私も前回の FM テンプソンでスーツができないお話を聞き不安を感じております。そうだったんですね今現在テーラー福岡さんから NG 連絡はありません。頼りがないのは良い知らせと言いますが、完成まで連絡がないことを祈り続けております頼りがないのは良い知らせってね、確かに言うけど不安はあるよねやっぱりね、本当に。いやー、わしもそう言っちゃったからね、このアルパカさんに不安を募らせてしまって申し訳ない。知らない、知らぬが仏って言葉もあるからね。
今回オーダー内容で強く重要視したのはシルエットとシワ対策です。あ、そこか。鎌浅め、腕前振り、身幅、背中の絞り、時計をした際の袖長さなど。あー、これね、私全部ピカピカさんに教わったあれだね、知識ですね。鎌浅めっていうのは、まあ脇の下のなんていうのあれ、袖がついてる部分あそこが深いと着物みたいに、ほら、あの、ムササビみたいな、あんな極端に言うとああいう風になるんだけど、なんかそっちの方が動きやすいっていうのが日本のなんか風潮なんだけど、全くそんなことなくて、あれね、キュッとしてる方が、まあそれを鎌が浅いって言うんだけど、浅い方が動きやすいんですよね。で、前振り、袖の前振りは、これは日本人に多い傾向ってことでってだけなんだけど、だいたいみんな肩がね、前に出てるんですよ。人によっちゃちょっと後ろに反ってるような人もいるけど、で、本当は別にそんな前に出ちゃいけないと思うんだけど、猫背みたいになっちゃうから。でも結局さ、腕を使うときって前に使うことが多いから、前の方が動かしやすいんだよね。運転するときとかも、なんか書くときとかも、ちょっと前の方が動かしやすいんで、結局。身幅って、身幅は、私なんか言ったっけな。身幅は私特に、うん、なんか、店員さんに任せやってた気が。背中の絞り、これはね、背中から見た時を、背中のあの、背中に吸着するようにヒュッとウエストが絞られてるあの感じですね。腕時計した際の袖長さ、これは私実はやってないんだけど、人によってはやっぱ腕時計を隠したいってことで、袖のは、なんていうの、手首周りの、ちょっと手首周りを大きくしたりして腕時計が引っかからないようにするとか、そういう話かな。私やってないんだけどね。私は腕時計見せたいっていうか、腕時計が隠れてると時計見えねえじゃんってなって嫌なんだよね担当さんに着脱のしやすさは考えないで可能な限り絞ってください、など。ああ、そういうことね。はいはいはい。そうね、そうね。わしもやってるね、そういうの。初オーダーの初心者が、こんなセリフを吐いて、良いものなど、ものなのだろうかと思うくらい、やりとりしました。何時間やったんだろう。すごいやったんだろうな。でもさ、あの動画見ただけで、そこまで、拾えるっていうのもまたすごいよね。すっごい理解力って思う。私、そこまでその、オーダーするときの注意点って感じでさ、真面目に撮った記憶はない。まあ、もしかしたらやってんかもしんないけど。ないから、あれでよくわかったっていうか、ちゃんと伝わって、それをものにしたなって思いますね。まあもちろんまだね、あの、初オーダーってことなんで、やっぱ私は結構もう、20着くらいなんだかんだ作ってて、ベースがもうあるから、そっからどう変えていくかとかになってるし、もう、まあ、1着目、2着目くらいは仮縫いと思った方がいいので、これで完璧にできてなくても、別にそこ悲観的になる必要はなくて、大体そうなんですよ。だからそこは、いくらこっちが言ったところで、店員さんがうまく拾えてない場合もありますし、工場でうまくやってくんない可能性もあるし、そこはちょっとわからない。もうそれは工場と店員さん次第。
だからね、あんまりものすっごい期待してなんだこんなもんかって落ち込むのは早すぎます。まあ一着目で例えばね、あんまり希望にそこまで添えてなくても、でも三着目くらい、ここまでできてんなら、三着目くらいやったらもう、私もそうだったけど、私はもうピカピカさんと一緒に行って作ったからさ、三着目なんか、フローダーのスーツよりも着心地いいもんね。あとね、生地とかにも影響する着心地は。だから、冬用の生地とか、分厚めの硬い生地とか作った場合は、ちょっと緩めにするとか、薄い生地、あと伸びる生地とかそういうのは、まあ緩めにしないできつめに、きつめにっていうか普通にするとかね。そういう、ある程度の、この、切り替えはね、必要です。全く同じサイズでやっちゃうと、生地によって、ものすっごいゴワゴワになったりする。私はそういう経験あるんで、それは気をつけてください。どこまで読んだっけ。あ、ゴージラインとエリウラネームは要望しませんでしたが、それ以外はほぼ同じ仕様。すごいな、完成したらまた続行したいと思います。ぜひしてください。まあ、なんならあれですよ、別に私ツイッターの DM とか開放してるんで、写真とか送ってもらって、でそれ流出とかさせる気は全く、いいっすよ、ぜひ載せてくださいって言うんだったら乗っけることも別にそれをしますし。私そこまで閉鎖的な配信者になってないんで、別に。まあ、見せてくれるくらいだったら全然楽しみにしてるんで。着てても、ハンガーに吊るしてだけでも、全然いいんでそこは、ください、ぜひ。楽しみ、見たい、見たいわ、もうなんなら見たいわ。見せたくないって言っても見たいわ。嘘、冗談だけど。いや、見たいのは本当よ。後日談ですが、福岡さんでオーダーした後、チャーチ銀座三越店でディプロマットジェットウィンドウを試し履きさせてもらいました。またチャーチの話出てきちゃった。マジでこれ読んでなかったからさ。出てきちゃった。ジェットウィンドウディプロマットいいね。ちなみに高級靴の経験値も知識もゼロです。待って、別に、全然いいんだけど。なんで私の動画知ったの？なんで私の、高級靴の知識あって、私のなんか予想ね。高級靴の知識、まあ高級靴、靴の革靴の知識ある、靴磨きの知識もある程度ある。で、そこからなんとなく、他の人たちにちょっと飽きて、なんだこいつって興味本位で見てくれたっていう人が多い気がしてたのよ。だから、結構、深いところに沼に入ってる人って、が多いのかなっていう印象だったんだけど、どうしてきっかけが何なんだろうって感じだ。そしてスーツをそこまでなんか忠実に作ってくれたっていう、しかもチャーチもね履いてもらってね、この173に足を通したことをきっかけ、試し履きですがにきっかけに靴の世界にも引っ張られる私がいました。夏頃までに何かしらの靴を購入に購入を考える的な予定ですと。ああ。ぜひチャーチ。まあ、さっき言ってたけど、チャーチが、やっぱベースだって、わしは思ってるし、チャーチ履いてほしいですね。まあ、今高いからさ、でもチャーチ。抵抗ないなら中古で、まあ、試し履き、これはね、本当はね、あんまりお店側には良くないっちゃ良くないからね、あんま大っぴらには言えないけど、お店で試し履きしてるからサイズ感多分わかると思うんで。あ、でもな、わかんねえかな。チャーチは新品だと、ハーフサイズ、くらいね、落とさないと、新品、だからわしで言うと、シックスハーフがあるんですよ、チャーチ、現行。でも、新品で履くと、セブンの方が合うんだよ。でもそれでじゃあセブンを買っちゃうってなると、買うと、
後でブカブカになっちゃうから、コルクが沈んだり皮が馴染んだりして、だからそこはねちょっとタイトでもシクサハーフ買うとか、だから新品ではだよ、だからこのアルパカさんがなんどういうフィッティングで買ったかわからない、知識がないっていうのもな、ちょっと怖いな、なんかあんまり進めて一足目で、まあ、失敗も経験したらあれだけど、でもなんかあんまり一足目で失敗してもういいやってなっちゃうともったいないんで、せめてね失敗は二足目からがいいなってどうなんだろうな、そうだね、ウィズもあるしね、難しいこれは。まあでも新品履いてるってことですし、でもここでねあんま妥協したの買うのも良くないしな、私はなんだかんだチャーチ買ってほしいっていうのがもう一番、買うならで、ちょっと高いけどね、17万くらい16万だっけするからさ、って感じなんだよね。まあ金銭的にあの余裕のある方だったらもう全然それでいいと思います。一足目チャーチの新品、ちゃんと店員さんと細かく話して、でサイズがないとかそういう場合は妥協とかしない方がいいです。別のお店行ってください。チャーチいろいろあるんで、他にも銀座で言ったらまあ三越にも、ね、三越以外にも阪急メンズとかにもあるし、有楽町の、あとまあ銀座6に、なんだっけ、渡辺みたいな、あれもあるから、渡辺産業、ブリティッシュメイドか。あれ今あるよね、まだ。ないのかな、もう。ちょ、わかんないけど。まあ、そこでもあるし、伊勢丹とかにもね、新宿の。あれ、なくなっちゃったんだっけ、なんか、かなり撤退してんから、チャーチ。よくわかんないんだよね。まあ、そんな感じなんで、いろんなところ探してください。で、あとね、まあ、新品同様、新古品とかね、意外と楽天とか、メルカリとかにもね、あったりするから、まあ、それはそれでいいのかなって思う。でも、やっぱ思い出とか、一足目じゃん。だったらやっぱり新品で買うのが、個人的にはおすすめだけど、ね。まあ、そこはもう全然何でも、中古でも全然それいいと思います。結局さ、きっかけになった靴として思い出に残るからさ、いいじゃん。いやー、楽しみですね、もう。いやー、いいね。まあ、ありがとうございます。これにもぜひください。皆さん、私、調子乗らせれば、毎週やるかもしんないんで。FM テンプソ。毎週やるかもしんないんで。ぜひ、ください、皆さん。次、AMG さんですね。通勤の車内で流すのにちょうどいいです。エフィカシーを上げていきましょう。まあ、そうそう、そういうなんか、流れで BGM として使ってください、本当に。で、これ、エフィカシー上げていきましょう。なんのことかっていうと、あれですね。わしが、すごい、現実感消失症になってしまったみたいな話をしたことに対する話だと思うんだけど、まあ、エフィカシーって自己肯定感的な、自分を認める的な、そういうなんかね、簡単に言うとね、すげえ簡単に言うとそんな感じだと思うんだけど、なんか、自尊心的な。別にね、自尊心がなくなってるとかじゃないんだよね。あれ？これ、なんだっけってなっちゃうんだよね。何してたっけみたいな。
で今もなるしね、なろうと思えば。なんかこう没頭してるとなんないんだけど、ふとあこれ現実なんだって、これね、これが私の切り札、現実なんだって思うと、時間が進んでるんだとか思うと、ふわっとすごいわけわかんない不安感に襲われるんだけど、なんだろうねこれ。いやあのね、まあきっかけとしてはその債権、合法的な債権をねやったことでこうなっちゃってんだけど、でももうとっくにもうずっと使ってないんで、それから怖くてとっくに効力なんか切れてると思うし、もう抜けてるとも思うんだよね。まああれ残ってる場合もあるけど、いやでもこんなほんと一瞬でポーンって飛んでっちゃうな、ほんと一瞬で飛んでっちゃうの。トリップしたことある経験、トリップしたことは、した経験がある方だったら分かると思うんだけど、飛んでっちゃうあの感じが、一瞬でできるの。これ、ある意味すごいよね。それこそなんだっけ、ポリネシアみたいな、なんだっけ、なんとか症候群みたいになっちゃうもんな。でもね、私ちょっと、そう、まあ、一つは、この、潜在意識。人間って潜在意識が 95% 以上ある。98% だっけ ?99% だっけ、なんか、ほぼほぼ潜在意識でできてるのよ、人間って。で、潜在意識。で、なんとなく現実を生きてる風に感じてるんだって。それはもうマジで証明されてるみたいなんだけど、でもね、その、なんかそういう証明されてるとか科学的にとかそういう根拠をね、私すぐ紐付けたくなっちゃうんだけど、それがいけないんじゃないかなと思ってて、まあ、潜在意識に入り込んじゃってなと思うの、多分。潜在意識に入り込みすぎちゃって、その、潜在意識と潜在意識が、まあ、境界線が曖昧になりすぎちゃってなと思うんだけど、世の中のさ、95% 以上のことは、分かっていないって言うじゃん。それと同じで、多分、それに本気で気づいたんだね。だから、まあ、これ本気で思っちゃうんだけど、人間ってなんだっけって。じゃあお前猫なのかって、猫とかそういう事件じゃないの。なんでもないの。宇宙の外に飛ばされちゃうような感じ。ほんと一瞬で。あれ怖いよ。不安な感じがある。でも、それが当然なんだよね、多分。だから私、ある意味これアップデートされてんじゃないかな。これこそ、ポリプロピレンみたいな。もう、ま、どんどんわかんなくなってきちゃう。この感じを楽しめってことなのかもしれないけど。そう、わかる方がおかしいんだよね、多分。普通に考えたら。で、これはちょっとその、ポジティブ的な感じで捉えてんだけど、もう一つね。私結構、正直スピリチュアルな人間で、もう小学生の頃から本コアの漫画を読みまくってた、山本真由里先生の漫画を読みまくってたやつだったんだ。そう、寺尾玲子先生とかね、みっちゃんとかね。知ってる人いいかな。ねえ、私前々回かなんかでさ、お通夜行ったってたでしょ。これね、人間じゃなくなる感じって、死の感覚に近いのかなって、ちょっと、でもこういうこと言うのは良くないから、まあ違うと思う、それは。こういうこと言うと、ほんと、スピリチュアル的に言うと持ってかれちゃうから。まあそれ違うと思うけどね。まあそんな考え方もあるかもね、みたいな程度で抑えています。そう、否定はね、良くないから。否定は良くないってことも否定なのかな。だからそういうなんか曖昧な感じで、ちょっと今結構、ほわーんとしてます。レッド・イット・ビーで。ポジティブにね。エフィカシーを高めていきましょう。それではね、また多分来週もやります。ぜひコメントください。返すんで。はい、ということで以上です。それでは。